北国新聞ニュースをお伝えします冬の訪れを前に石川県の県王土木総合事務所は今日金沢市内の車両基地で除雪車の出陣式を行いました東部車両基地で行われた出陣式では石川県が所有する除雪銅座や除雪トラックそれに凍結防止剤の散布車など12台が7つの業者に引き渡されました 式では、圏央土木総合事務所の西村直隆次長が挨拶し、金沢市の下州建設の岡山幸男さんが、迅速で安全な除雪作業に努めると誓い、冬の道路の安全確保に気を引き締めました。続いて、業者が車両に乗り込み、一斉に基地を出発し、それぞれの保管場所へ向かいました。県大土木総合事務所では 来月1日から来年3月31日にかけて、金沢市内の35の路線、合わせて213.3キロの除雪を行います。金沢市消防局は、昨日から若手の消防隊員の育成などを狙いに、特別点検と救急訓練を実施し、隊員たちがけが人などにスピーディーに対応できるよう訓練に励みました。 この訓練は昨日と今日、金沢市元江町にある市の消防訓練場で行われ、市内にある10の救急隊すべてから60人の隊員が参加しました。訓練は改装作業中の住宅で作業員が木材に足を挟まれたという想定で進められ、隊員たちは救出から応急手当を施すまでの手順を確認しました。この特別点検救急訓練は？ 若手隊員の育成や隊の連携強化を狙いに40年以上前から毎年実施されています金沢刑務所は地元の懲戒連合会とともにあさって刑務所を会場に初めての防災訓練を行います金沢市の高見工科懲戒連合会と金沢刑務所は4年前に防災協定を結んで 非常時に刑務所の武道場を開放できるよう取り決めています大規模な地震を想定してあさって行う訓練には懲戒連合会側から刑務所に近い3つの懲戒に住む15人程度が参加します参加する人たちは懲戒ごとに近所の公園に就航した後刑務所に避難します避難者を受け入れる刑務所側は新型コロナの感染予防に気を配りながら 普段職員が使っている武道場に居住スペースを用意しますまた屋外に受付のテントを立て避難してきた住民に手や指の消毒を求め検温を行いますこのほか停電を想定した電源の確保や投油式のかまどによる炊飯訓練も行います金沢刑務所によりますと住民を受け入れる形での防災訓練は初めてだということです 子どもの居場所づくりに取り組む民間団体の連携を促すため、金沢市は市内にある子ども食堂や学習支援教室などによる子ども応援ネットワークを来月発足させます。この金沢子ども応援ネットワークには30団体ほどの参加が想定され、金沢市によりますと複数の分野にまたがる子育て支援ネットワークの設立は県内で初めてだということです。

見守り体制を整えますまた、子育て支援施設をまとめた子どもの居場所マップの作成それに、会員制交流サイト、SNS を使った情報発信なども予定しています金沢市子育て支援課の担当者は行政を含めて地域全体で子どもを見守り育てる支援の輪をどんどん広げていきたいと話しています 世界的な科学者、高峰上吉博士がニューヨークの別荘に使った優れた工芸品などを紹介している金沢ふるさと偉人間の企画展は来館者が1000人に迫り、過去最も多いペースの人手になっています。この企画展、小風伝華麗なる工芸品・調度品は国立工芸館が金沢へ移転して 今月25日にオープンしたのに合わせて開かれています。金沢ふるさと偉人館の会場には、ニューヨーク郊外にあった高峰博士の別荘、小風伝の壁画や椅子、陶器などおよそ40点が、所有する高岡市から借り受けて並べられています。偉人館には昨日、金沢市大野町小学校からふるさと学習の一環で、4年生22人が訪れました。 子どもたちは学芸員の増山ひとしさんからアメリカで頑張った高峰博士が日本ってこんなところと紹介するためいろんなものを作ったんだよなどと説明を受けました小風伝の企画展は今月17日から始まり昨日までの13日間で来館者は延べ978人になり1日あたりにするとおよそ75人が訪れています 閑散期は入館者が1日、10人前後の日もある。1時間としては異例の入りで1993年に開館して以来、企画展では最も多いということです。加賀市の商業施設に今月熊が侵入した際、ドローンで駆除に貢献した市の職員に大聖寺警察署は昨日感謝状を送りました。 所長感謝状を受け取ったのは、加賀市都市計画課の技師、武田健生さん、中川大賀さん、篠藤翼さんの3人です。3人は、今月19日に加賀市の商業施設、アビオシティカガに熊が侵入した際、倉庫内に潜む熊を見つけるため、ドローンを飛ばしました。普段3人は、公園や道路を作る際などに、現地を上空から撮影するのにドローンを使っています。 今回は施設の内部にクマが身を潜められる物陰が多く人が近づいて探せば襲われる恐れがあったためドローンが活用されました感謝状を受け取った武田さんはいつクマが飛び出すかも分からず緊張感を持って捜査に当たったと振り返りましたこれに関連して白山市はクマが出没したとき状況に応じてドローンによる捜索隊を編成することにしました この捜索隊はドローンを操作する研修を受けた職員2、3人がチームを組んで出動し現場の状況を把握したり捕獲する前にクマの位置を確認したりします。ロンドンオリンピックの柔道女子57キロ級で金メダルを獲得した松本かおりさんが昨日、つ津幡町で講演し野獣の異名で親しまれた現役時代の思い出などを語りました。 町文化会館シグナスで開かれたこの講演会はスポーツ庁がオリンピック・パラリンピック教育推進事業の一環として開催し津幡高校の1年生から3年生まで395人が耳を傾けました講演で松本さんは闘志むき出しの柔道スタイルについて私には才能がなかったから世界で戦うために自分だけのスタイルを作り上げたと話しました 金メダルを獲得した,した瞬間については、自分がやっと周りに認められると思い、それまでのことが走馬灯のように浮かんだと語りました。高校生が大事にすべきことについて松本さんは、目標の立て方を挙げ、小さくても達成できる目標を立て、一つ一つを自信につなげていってほしいと呼びかけました。 新型コロナの影響で、河北市内では体操クラブの一部が活動を休止しています。こうした中、河北市は、高齢者に健康を維持してもらおうと、自宅でできる筋力体操の体験会を始めました。この河北プラチナ筋力アップ体操は、高知市のきイき100歳体操をベースに、河北市が肩回しや胸のストレッチなど独自の動きを加えて作りました。 北市高松の岸川町会館ではきのう体験会が行われ体操クラブに所属する70代から80代の8人が参加しました参加した人たちは DVD の手本を見ながら手や足に重りをつけて腕を伸ばしたり椅子から立ち上がる運動を繰り返しました体操クラブの世話人を務める山口敏美さんは外出を控えているメンバーにとって 家で気軽に体操ができ、気分転換になると参加者の広がりに期待を込めました。河北市内に42ある体操クラブは、昨日の時点で8つのクラブが活動を休止しています。河北市は今後、プラチナ筋力アップ体操の DVD を体操クラブに配り、高齢者に自宅で体力アップに励んでもらうことにしていて、河北市のケーブルテレビでも放映する予定です。 河北市内で今日、特産のモンベイガキの出荷が始まりました。モンベイガキは渋ガキで、ガスによる渋抜きによって引き出された濃厚な甘みや、滑らかな歯触りが特徴です。高松モンベイガキ生産組合の農家81人が19ヘクタールで栽培し、JA 石川河北によりますと、今年は長雨や猛暑の影響が心配されましたが、台風による被害はなく、 生育は順調だということです。門米柿の出荷作業は、河北市夏栗にある JA 石川河北の高松収縮荷場で行われました。およそ2.5トンの門米柿は、金沢市中央卸売市場に運ばれ、明日競りを経て午後には店頭に並ぶことになっています。以上、北国新聞ニュースをお伝えしました。